ノートツイッターライブをご覧の皆さん、こんばんは。今日は東京シティ FC が目指すソーシャルフットボールクラブとはというテーマで、お話をさせていただきます。本日司会進行を務めます、ノートスポーツディレクターの藤里と申します。よろしくお願いします。このノートでスポーツというイベントも今日で4回目になるんですが、今日もかなり豪華なゲストの方にお越しいただいてお話を伺っていきたいと思います。それでは早速ご紹介しましょう。はい、まずは東京シティ FC で代表取締役を務めていらっしゃいます山内和樹さんです。はい、山内と申します。よろしくお願いします。続いて東京シティ FC で GM 兼監督を務められていらっしゃいます深澤雄介さんです。よろしくお願いいたします。はい、そして3人目、東京シティ FC で選手としてプレーされております元日本代表候補の阿部翔平選手です。よろしくお願いいたします。はい、今日はこのお三方と私を含めた4人で、いろいろお話をしていければと思います。はい、さてノートでスポーツイベントではツイッターや配信のコメントで皆様からのご質問やご感想をお待ちしております。ツイッターに行って投稿する際はぜひハッシュタグノートでスポーツをつけて、投稿してください。投稿していただいた質問には番組の後半で回答していきます。はい、では皆さん今日はぜひよろしくお願いいたします。はい、いろいろとありがとうございます。はい、いろいろとお話を伺っていければと思うんですが、まずは東京シティ FC とはというテーマでぜひお話をしていきたいと思います。はい、で、まあ、東京シティ FC というからには FC とついているのでおそらくフットボールクラブ、いわゆるサッカーチームですよね。はい、はい、で、東京シティ FC さんは都リーグ2部で、今戦われているチームさんということになります。はい、ではまずは山内さんにチームのご紹介の方をさせてしていただければというふうに思うのですが、はい、ではちょっとスライドを出していただいて。はい、はい、まあ、サッカーチームなんですけれども、サッカーに詳しくない方もですね、多くご覧いただいているかと思いますので、ちょっと日本サッカーの前提というか基礎からちょっとお話をできればと思っています。こちらはですね、ピラミッドになっているんですが、これがまさに日本サッカーのピラミッド構造になっていまして、で皆さんサッカーって聞くと J リーグっていうことをですね、よく聞かれているかと思うんですけれども、うん、J リーグというのは J1、J2、J3、 このピラミッドでいうところの J3 という3部まで、これを J リーグとしてプロリーグと今日本ではされています。はい、そうですね。なので、まあ、J リーグっていう言葉は多くの人が聞いたことあるんじゃないかなというふうに思っています。はい、で、実はその下にですね、ピラミッドが続いていまして、 J3 の下には JFL っていう全国規模のアマチュアリーグがありまして、でそこをさらに、ピラミッドをどん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 降りていくと関東リーグ、地域ごとの1部2部で、さらにその下には都道府県の1部から多いところだと4部までありまして、我々所属している東京都リーグはですね、4部まであるので、このピラミッド J1 を頂点にすると全部で10部ぐらいまで実はピラミッドが続いているっていう構造になっている。これ多分あんまりそのサッカーを詳しくない方は意外に思うところなんじゃないかなと思います。そうですね、一般的に J リーグというと、まあ、あの J1、J2 で J3 が、最近ですよね、 J3 ができたの。そうですね、数年前ですね。っていうのはよくテレビの方で、テレビはまあダゾーンさんとかで、はいはい、見られる方多いかなと思いますが、都リーグ。そうですよ。で、まあ、こういうふうなピラミッド構造になっていまして、で、まあ、サッカーのいいところはですね、このピラミッドを優勝していくとどん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 一段ずつ上がることができるっていうですね、非常にチャレンジングな仕組みになっていまして、我々もこの東京都4部ピラミッドの本当に最底辺のですね、まあ、J1 から数えると J10 というようなカテゴリーからスタートしまして、今えっちゃろっちゃら1段2段上がってきてですね、東京都の2部 J1 から数えると J8 レベルのカテゴリーにいる、そんなサッカークラブです。なるほどですね。ここの、表にも書かれていますが、2020年現在が東京都リーグ2部、ね、はい、はい、そうですね、今シーズンは東京都の2部 J8 レベルのカテゴリーで戦うことになっています。で、ここに書かれている J リーグ参入が2025年ということなんですが、はい、まあ、非常に野心的なチャレンジングな目標設定ではあるんですけれども、レギュレーション上ですね、毎年優勝昇格をしていくと最短5年でこの J3 という舞台にたどり着くことができる仕組みになっているので、まあ、我々としてもやるからにはそこを目指して
J リーグ参入というところを目標に今もやっております。なるほどですね、はい、じゃ次のスライドに行きたいと思います、はいはい。でまあ、ちょっと今そのサッカーのピラミッド順位とかそういう話ばっかりしていたんですけれども、これちょっとぜひ番組ご覧いただいている方コメント等でですね、もしご意見などがあればぜひお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、強さっていう言葉を聞いたときに何をイメージさせるかと思っていまして、で一般的には当然強いチームというには競技力があって順位表で上優勝するチームが強いだろうというふうに言われるんじゃないかなと思ってます。でまあ、その順位に左右される競技力という側面と、近年はスポーツビジネス、サッカービジネスの、まあ、商業化の流れが進んできていまして、それに紐づく収益力、こういったものもですね、強さを表す指標の一つなのかなというふうに思っています。ただ強さってこの競技力、収益力だけじゃないんじゃないのかなっていうのが僕らが考えているテーマでもありまして、まあ、そこがですね、我々ソーシャルフットボールクラブなんて言い方をしてるんですが、そのゆえんにもなってるのかなと思っています、はい、ちょっと次のスライドに行きます、はいはい、でそれがですね、今回強さを二軸ではなくて立体で表しているんですけれども、強さには僕らの考えとしては競技力というものと収益力というものと、もう一つソーシャルインパクト、社会的価値と呼ばれるような社会に対する価値創造、これをどれぐらいできるかっていうところ、これを最大化するっていうことも新たなですね、今この新時代の強さの一つ、まあ、むしろこの新時代に求められる強さ、それこそがソーシャルインパクトと呼ばれる、まあ、社会的な価値なんじゃないかなというふうに考えているので、まあ、僕らは当然先ほどJリーグに向かってピラミッドを登っていくんだっていうお話をしたんですけれども、それはあくまで手段の一つでしかなくて、このソーシャルインパクト、社会的な価値を最大化するために強いチームになる、社会的な価値を最大化するためにいろんな事業をやるために、持続的可能になるために収益を上げる、まあ、こういった収益、競技力というのはあくまでソーシャルインパクト最大化するための手段として、僕らの中では位置づけてます、まあ、ちょっときれいごとっぽい言い方ではあるんですけれども、まあ、そんな強さをですね、追求するクラブがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってクラブ運営をしています。なるほどですね。やはりこうサッカーチームでいうと、どうしてもこうどこが強いのか、はい、どこが、まあ、たくさん勝てて優勝するのかっていうところで語られがちではありますが、もちろん収益であったりとか、この新しい軸としてこうソーシャルインパクトっていうような軸が、これはどうですか、最近のサッカークラブさんはどこのチームさんも考えられていることなんですかね。どうなんですかねそうですね、まあ、最近ですと J リーグでも社連の活動をと言われてますが、社会連携ということで、いかにその地域のステークホルダーたちとつながって価値を生み出すかということは、まあ、重きが置かれるようになってきたのかなとは思っていますが、我々としては何ですかね、そのクラブの成り立ちからというか、まあ、スタートの時点からそのソーシャルインパクトを意識した上で、そのための競技力、収益力という順番というのは常に意識はしてますね。なるほどですね、はい、ではちょっと次のスライドの方に行ければと思うんですが、はい、スポーツクラブのバリュープロポジションは多様化してきていると。はい、まあ、これもあくまで試験なので、意見の一つ、考え方の一つとして、聞いていただければなと思うんですけれども、先ほど深澤言ったように、まあ、いろんなチームがですね、強さ、収益力、まあ、競技力、収益力とはまた異なる方向性の価値創造っていうのを目指してやっていこうという動きが日本国内でも J リーグでも広がっていますし、世界を見渡すと非常に多くのですね、ユニークな取り組みをしているチームがありまして、今出ているスライドですと、例えばスライドの左上の部分、ハッシュタグユナイテッドっていうイングランド、イギリスのサッカークラブなんですけれども、このチームはですね、選手がみんな YouTuber とかインスタグラマーのインフルエンサーの人たちで、これすごいですね。そうです。そういう SNS で、まあ、スポーツの、発信だったり、そういったものを最大化していくっていうような取り組みをしていて、確かイングランド8部とか7部ぐらいですよね。なんですけど、試合のライブ配信とかするともう何千人何万人とか視聴されたり、すごく面白い方向性のチームですね。なるほどですね。で他にも右上のクラブとかだと、このクラブ、まあ、深澤が非常にですね個人的な興味を持って最近よくクラブの中でも語ってるクラブなんですけれども、うん、そうですね、フォレストグリーンローバーズというイングランドの、4部
ですね、まあ、プロリーグに所属するクラブなんですが、ここも、まあ、ビジョンとして、まあその競技力収益力だけではなくその、世界一エコになるといったようなあのエコなクラブになろうというコンセプトを掲げていまして、でスタジアムの、屋根にソーラーパネルをつけたりですとか、はい、そのスタジアムのすぐそばに、その電気自動車 あのスタンドを充電できるスタンドをつけたりですとか、あのさまざまなその環境に配慮した、取り組みをクラブを通して行ってまして、でその世界一エコなクラブということを実際に FIFA から表彰を受けたりですとか、まあ、そうしたようなそのもう明確なコンセプトを、競技力収益力だけではないコンセプトを持って、運営しているクラブっていうのがの一例として、はい、なるほどですね。いや先ほどのこの、まあ、あのインフルエンサーの方が集まった、まあ、インフルエンサーの方が集まったチームというかサッカー選手の中でインフルエンサー的な役割を持っている方が多くいるチームということですよね。というより逆で、逆なんで？そうなんですよ。やっぱインフルエンサーとしての発信力がある人たちが集まってサッカーをやってるっていう、そこがすごい面白い。まあなんかノートさんともなんか実は相性合うんじゃないかな勝手ながら、うん、そうなんですね。インフルエンサーの方が手段としてサッカーをやってるっていうような。そうです。まあちょっと僕も直接お話を聞いているわけではないんですけれども、うん、そういうような印象を受けてますね。であったりとか、あとは環境に、まあ、特化したクラブであったりとか、まああまりこう日本では聞かないような色のあるクラブが海外、ね、まあ、特にイギリスですかね。そうですね、まあ、非常にやはりイングランドサッカーの母国というところで、スポーツ文化サッカー文化が成熟しているからこそいろんなカラーのクラブがあるのかなというのは、うん、見受けられますかね。なるほどです、はい、この左下にあるですねオープンソースサッカーと書かれてもちょっとすごい気になるんですが、これはアメリカのクラブ、ニューヨークですかね、クラブで、このチームはすごく面白くて、はい、このチームからも非常に深さが影響を受けています。すごいですね、いろんなところからこう吸収を、あれ簡単に影響を受けたんでそうですね、このクラブはあの昨年ですねフォーブスのスポーツビジネスの特集の際に、まあ、表紙にもなっていたので、まあ、日本でも目にした方いらっしゃるのかなと思うんですが、フォースクエアという、まあ、ベンチャー企業を立ち上げて大きくされた、創業者の方が立ち上げたクラブで、まあ、彼はですねその、まあ、どこか、まあ、今よくあるようなそのどこか既存のクラブを買収をして、クラブを強くしていこうという発想ではなく、実験として一からあの自分たちがクラブを作っていこうという、コンセプトを持っていて、で、まあ、オープンソース、そのサッカークラブのオープンソース化をしていこうということで、そのクラブの運営ですとかその経営情報ですとか、そうしたあの一般的にあまりそのオープンになっていない部分も含めて、情報を開示していって、でそれを、まあ、サッカー界の発展につなげていこうですとか、その発信情報開示することによってより多くのこう仲間を増やしていったりですとか、まあ、そうしたあの戦略を取っているあのクラブで、まあ、僕らもすごく、まあ、刺激を受けてあの勉強させてもらっているクラブですね、はい、オープンソースというのはそういう意味なんですね。いろんな情報をこう、まあ、普段はサッカークラブですがもちろん出てこない情報とかも公開してたくさん仲間を集めているというようなチーム、はい、そうですね、あのサッカークラブって普通に考えるとあんまりそのオープンソースというよりはむしろちょっと逆で、うんうん、まあ、戦術的な話だったりいろんな話どちらかというとクローズドな、そうですね、印象があるかと思うんですが、はい、このクラブはそれをまあ変えて、オープンソースクラブとしてみんなで作っていくっていうような発信をしていて、すごくあの深さだけじゃなくて僕も非常に影響を受けていて面白いユニークなクラブだなと見ていました。なるほど。さらにこの右下に行くと、レッドブルグループと書かれているので、まあ、レッドブルというとあのレッドブルだと思う、はい、このマークを、ね、見てもそうと思うんですが、レッドブルはサッカーの中でどういった取り組みをしているんですか。そうですね、レッドブルもあの、まあ、飲料メーカーさんで、いろんなエクスポーツとかにスポンサードというかですね主催をされていて、そういう印象が強いかと思うんですが、サッカークラブの経営というのもレッドブルグループとして世界各国で行っていまして、このまあレッドブルグループで行われているサッカースタイルというのがですね非常にまあエキサイティングなスタイルで、彼らのブランディングにも寄与しているようなスタイルのフットボールをしていて、我々も参考していますし、深澤が非常にですねこのレッドブルからも影響を受けていました。3回目ですけどそうですね、まあ、サッカー自体もすごく面白くて僕もよく見てるんですが、まあ
日本だと、南野選手、リバプールに行った南野選手が、はい、レッドブルザルツブルグというオーストリアのチームに以前在籍していたので、はい、見にした方もいらっしゃるのかなと思うんですが、ザルツブルグ以外でもドイツのライプツヒ、はい、あとはニューヨークレッドブル、あとはブラジルにもチームを持っていまして、その一貫したコンセプトで、一人のテクニカルディレクターのもと、同じスタイルを追求している、クラブなので、このザルツブルグから、ドイツのライプツヒに行くような選手も多かったりですとか、そうしたそのグループ間での選手の共有というのも、共有といいますか、移籍ではあるんですけど、情報共有して同じコンセプトですぐ、次のチームをフィットするというようなスタイルですね。で、例えばライプツヒなんかだと23歳以下の選手しか獲得しないというようなコンセプトもあって、そのレッドブルのブランドイメージを体現するようなアグレッシブで、走力があって、魅力的なサッカーをこう目指しているっていう、そういった明確なスタイルを持ってその世界にあらゆるクラブを持ってっていうような、グループというのは、シティフットボールグループなんかも少しずつそうなってるのかもしれませんが、新しいサッカークラブの形かなというふうに思っております。はい、非常にライプツヒ、ザルツブルクのサッカーっていうのは僕らも見てて面白いなと感じますし、サッカーあんまり見たことないなっていう方も思わず見入ってしまうような、そういうスピーディーなエキサイティングなサッカーをしているので、本当レッドブルのイメージにも近いのかなと思いますし、そういうクラブのコンセプトをサッカーのピッチの中でも体現しているっていうのは僕らにとっても非常に参考になるチームですね。なるほどですね。今世界にはこうサッカーだけをこう極めていくというよりかは、もういろんなポジションで活動していくサッカークラブというのが今増えてきているというようなお話ですね。もともとサッカーって本当にいろんなスタイル、いろんな多様な場所でサッカーが出来上がってきたと思うんですけれども、それがまた改めて拡散するタイミングというか、本当にいろんな方向性を向いたサッカークラブが世界を見渡すと出始めているのかなというのは印象として持っていますね。なるほどですね。ではその中で、東京シティ FC さんが行っている取り組みについてぜひご紹介いただければと思います。はい、はい、我々はですね、渋谷をホームにして、渋谷の象徴としてですね、上を目指していくんだということを掲げているんですけれども、我々ビジョンとして掲げているのがこちら、今スライド出ていますが、フットボールフォーグッド、ワクワクし続ける渋谷をフットボールで作っていくと、そういうビジョンを掲げています。なので、このビジョンにはですね、実はその J リーグ入りを目指しますとか、あるいは売り上げ100億円のクラブを作りますとか、そういうのは書いてなくて、我々のあくまでゴールとしているのはこのフットボールフォーグッド、ワクワクし続ける渋谷フットボールで作る、これをゴールとして掲げています。なるほど。実際にこう取り組まれたこととして、はい、いくつかスライドでも紹介させていただいてるんですけれども、はい、この我々のゴールがもうちょっと噛み砕いて言うとどういうことかというと、渋谷の街中、右を向いても左を向いても24時間365日フットボールから生まれたいろんなコンテンツがあふれ返っている状態、これを目指していこうっていうのが我々が掲げている最終ゴールなんですね。で、そういったコンセプト、ビジョンに向かうためにすでにいろんな取り組みっていうのを関係各所と一緒にやらせていただいていまして、例えばですね、スライドの真ん中、左側の真ん中の部分に、はい、ちょっとピンク色の光ってるグラデーションの絵があるか、華やかな絵がありますが、はい、これはですね、渋谷にあるウームというクラブですね、ライブハウスクラブで行ったイベントだったんですけれども、ナイキジャパンさんとコラボさせていただいて、プロジェクションマッピングサッカー、プロジェクションマッピングサッカー、なるほど、ちょっとピンときてないですが、はい、そうですね、イベントをさせていただいて、で、はい、どういうことかというとですね、クラブの中で、3対3のサッカー、ミニサッカーをやるんですけれども、はい、この時の勝敗は何点ゴールを決めたかじゃないんですよ。ほうほうほう。プロジェクションマッピングでピッチの上からプロジェクターで照らされていて、ボールをパスするとピッチがそのチームの色に描かれていく。おお、なるほど。なのでスプラトゥーンってあるじゃないですか。そうですね、それのサッカー版のようなイメージのゲームだったんですけれども、その大会では塗りつぶした面積比率とゴール数を掛け合わせて最終的なスコアが決まるっていうような、あ、なるほど、ちょっとなかなかないイベントをやらせてもらいました。それ
確かに今まであまり発想としてもなかった。そうですね。これをプロジェクションマッピングで実現することができたと。そうですね。でこの時大切にしていたのが、ウームがある道玄坂丸山町のエリアっていろんなクラブとかそういうカルチャーがあるかと思うんですけれども、クラブにいる人たちにサッカーを、いかに親しんでもらうかとか、いかにそういう人たちのカルチャーとフットボールを掛け合わせていくかということを考えた結果、だったらこういう光とか音とかそういったもので表現できるようなイベントがいいんじゃないかということで、僕らとナイキさんと一緒にイベントを企画させていただいて実施をしました。なるほど。やっぱりこういうことをやるとですね、普段サッカーボールなんて小学校の体育以来に蹴りましたみたいな女性の方とか、そういう子も参加をしてくれたりして、多分なかなか普通にマーケティングをしていたら出会わなかったような人とこういうコンテンツで出会うことができたので、僕らとしても非常に、なんていうんですかね、やった甲斐があったというか、狙いに沿ったイベントだったのかなというものでした ね、 ですね。もう一つ気になるのが、真ん中右側にあるセンター街でストリート×ミニサッカー、これ気になりますよね。気になります。渋谷センター街の一部区間でですね、はい、まさに書いてあるようなストリートサッカーのイベントをやろうと、なるほど、いうことの企画をしていまして、もともと実は今年の春にやる予定だったんですけども、ちょっとこのコロナの影響で、まだイベント自体は実施はできていないんですが、そう遠くない未来ですね、センター街に行くとストリートでボールを蹴れると、そんなイベントを鋭意企画中でございます。いろいろこう取り組まれているんだなっていうのが見えたんですが、ちょっと一つ気になったのが、渋谷を本拠地とした理由っていうのはどういったところにあるんですか？そうですね、いくつか理由はあるんですけれども、一番僕らがやっていきたいことというのが、フットボール、サッカーを通じていろんな多様なバックグラウンドを持つ人たちを結びつける、でそうやっていろんな多様な人たちが結びついた結果、今までになかった新しいものを生み出すとか、今までなかなか触れ合うことがなかった人と人を結びつけて新たな出会いを創出するとか、そういったことをやっていきたかったんですね。でそういう場所、そういうことを目指すにあたってふさわしい場所がどこなのかっていうことを考えたときに、渋谷区はですね、基本構想として違いを力に変える街っていう構想を打ち出してるんですね。なるほど。これはまさにその多様な人種、多様な性別、多様な年代、いろんな人たちが渋谷に集まってきて、でそういったいろんな人たちの違いをパワーに力に変えていく、そういう街を目指していくんだっていうふうに、渋谷区は掲げていまして、まさに我々がサッカーを通して目指したいこともそういうことですし、その渋谷のコンセプト、渋谷のスローガンを象徴体現するようなクラブを目指していくんだっていうことで、渋谷をホームとして今活動させていただいています。なるほどですね。あとは個人的な理由で言うと、実は僕がずっと渋谷で、育って、よく通って学んでよく遊んだ街だったりそういう、背景もあったりするんですけれども、一番は本当にこのクラブとして掲げているメッセージというのが、渋谷の方向性と完全にマッチをしているし、なるほど、ちょっとすごく大げさな言い方かもしれないですが、渋谷が変われば本当に世界が変わると思ってますし、僕らはその渋谷っていうものをサッカーの力で変えて、いろんな人たちを結びつけて、渋谷がサッカーの力でもっともっと面白い街になっていくと、じゃあその渋谷でうまくいったことを他の都市で真似してみようとか、世界の都市が渋谷を真似してみようとか、そういうふうになるんじゃないかなと思っているので、夢はでっかく渋谷から世界を変えてやるんだぐらいのですね、気概を持ってやっています。なるほどですね。実はこの今日配信を行っているノートプレイスという場所もですね、実は渋谷、ギリギリ渋谷区にそうですよね、やっとくと思われがちなんですが渋谷区にあるという場所で、ちょっとここ渋谷に共感する部分があるんじゃないかなと、すごく僕らもホーム渋谷でできているので心強く配信をできています。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、実際にでは、東京市 FC さんがもうすぐ開幕を控えられているということで、ちょっとですね、トリーグについてぜひお話をできればなというふうに思っています。はい、我々参加している東京都社会人サッカーリーグ2部というリーグはですね、全部で42チームがそうなんですよ、いるカテゴリーなんですね。で、当然その42チームが一気にリーグ戦を戦うことはできないので、何チームずつかのブロックに分かれてリーグを戦うことになるんですけれども、今年はちょっとコロナの影響で新しいレギュレーションが発表されまして、
7チームによるまずグループステージを戦うと、はいはい、7チームによるグループステージ、はい、この7チームによるグループステージを戦って1位になったチームのみが優勝昇格決定戦に進むことができると。なるほど、結構厳しい道のりのような。そうですね、まあ、リーグ戦ではあるんですけれども、はい、7チームで戦う非常に短期決戦なので実質本当にトーナメントに近い、まあ、全て決勝戦のような戦い方がグループステージから求められるのかなというレギュレーションですね。開幕戦が、今週のまさに日曜日。そうです、いよいよ今週末7月26日のですね19時10分にキックオフ予定なんですけれども、武蔵野 FC さんというチームを相手に開幕戦を戦います。そうですね、この、 おそらく下の日程のところに出ている6チームさんがグループリーグと対戦するチーム、はい、そうです、同じグループの対戦相手6チームですね。見てると丸紅さんであったりとか三井住友海上サッカー部さん、そうなんですよ、企業さんのチームが結構多いのかなっていうふうに。まさにおっしゃる通りで、この東京都2部とかもう一つ上東京都1部あるいはそのもう一つ上ぐらいのカテゴリーは結構企業さんのサッカー部というチームがですね、多く在籍をしていまして、非常にそういうクラブは脅威、強いチームですね。我々としてもライバルのチームだと思っています。なるほど、これちなみに、このグループリーグというのはどれぐらいまで続く、はい、ですね、日程が発表されているのがまだ第2節の丸紅さんとの試合8月2日までではあるんですけれども、一応11月中旬ぐらいまでにこのグループステージを戦って、なるほど、で、1位になったチーム同士で最後ホーム&アウェーのですね昇格決定戦、これはトーナメントですか。これは1位になったチーム同士のもう直接対決で決まるんですよ。なるほどなるほど、なのでその最後ホームアンダーウェイの昇格決定戦に2試合通ったりで勝てば晴れて昇格が決まるという。なるほど、まあ、最後に痺れる戦いが待ってるっていう感じですね。そうなんですね、なるほど、そうか、本来であれば春先の開幕だった予定が、まあ、コロナの影響でここまでずれ込んでしまう。はい、本来3月15日の開幕予定だったので、4ヶ月半ぐらいですかね、ずれ込みましたし、もともとそのリーグのレギュレーションでいうと、もともとはですね14チームのリーグ戦をやる予定でして、うん、そのリーグ戦で優勝すればそのまま昇格することができる、なるほど、という実はレギュレーションだったのが、先ほどお話したようなグループステージと昇格決定戦にレギュレーションが変わったというのも今期、まあ、大きな変更点かなとは思っています。監督を務められている深澤さんにぜひお聞きしたいんですが、4ヶ月近く開幕がずれ込んでしまったこと、このコロナの期間というのはチームの活動はどのようにされていたんですか。はい、そうですね、まあ、我々としても、コロナの感染拡大の状況を受けまして3月の末から活動自粛しておりました。で約2ヶ月ほどですね、まあ、チームとしての練習というのはストップしまして、6月から、まあ、緊急事態宣言が解除されてからチームの練習というものも再開を始めました。はい、でそうですね、自粛中で言いますと、まあ、当然そのチームとして集まることはできなかったので、まあ、オンラインでミーティングをしたりですとか、まあ、個々のコンディションというものを、まあ、チェックをしたりですとかということはやっていましたが、そうですね、なかなか例年とは違う、状況になったので、難しさは当然ありますし、まあ、そのコロナに対する考え方というのもその個々の選手によって変わりますので、まあ、家庭環境も違いますし、その働きながらプレーしている選手も多いので、その会社の状況というのも違いますし、まあ、そのあたりのこう、まあ、再開する上でもこう、まあ、モチベーションといいますか意識を同じ方向に持っていくというところの難しさというのは、まあ、正直あったかなと思いますね。なるほどですね。阿部選手にもちょっとお聞きしたいんですが、はい、この4ヶ月間、まあ、もちろんチームで集まって練習ができないという中で何かこうコンディションを整えるためにどういったことをされていたのかというのが 特別な何かあったりしますか。そうですね、まあ、最初の1ヶ月はもう本当に外に出ることができなかったと思うので、うん、特にで、まあ、それの期間はやっぱり食事にやっぱりいつも以上に気をつけたりとかしていましたね。まあ、シーズンオフが毎年あると思うんですけど、まあ、大体1ヶ月ぐらいの休息だと思うんですけど、
まあ、そのぐらいの球速はなんとなく自分の体がこうなるってことが予想はできたりするんですけど、それ以上2ヶ月とかになってくるとちょっとどうなるのかなっていう不安もあったんですけど、まあその個人で、まあ、一人で動くことは、まあだまあ、屋内だったり自分家 の敷地内とか、まあ、そのぐらいの狭い環境の中だったんですけど、まあまあ、高負荷もできたと思いますし、まあ、でもそういう高負荷ができないとやっぱそういうコンディションをキープするっていうのは難しい状況だったかなというふうには思いますね。ちなみに、まあ、あのご自宅の敷地内とかでボールを蹴ったりっていうことは可能だったんですか？いや、ほとんどボール蹴ることはしてないですね。ボールタッチぐらいはできたんですけど、うん、そのもう10メートル20メートルを蹴るってことはもう本当にその 2,3 ヶ月できてなかったので。なるほど、はい。まあ、もちろん長いキックを蹴られることも多いポジションだとは思うんですが、 2,3 ヶ月ぶりにこう練習したときに何か感覚の違いとかっていうのは感じたりしましたか？これまでにないような。ちょっと痛いっていうのがありましたね。痛い。なんかあんまり今までそんなに感じたことがなかった。なんかそのあんまりサッカーをやり慣れてない人がボールを蹴って痛いっていう感覚が僕にもなんか来た。ずっとトップレベルでやられていた阿部さんで、そうですね。ちょっとびっくりしました。そうですよね。ちょっと前提となるお話の部分なんですが。通常時であればどれぐらいの頻度でこうチームさんでは練習をされているもんなんですか？そうですね、チームの練習は、まあ、平日仕事が、終わった後、平日の夜に、まあ、週、平日2回ほどで、週末の2回で週、まあ、4回ほど練習はしていますね、はい。これは今コロナが、まあ、落ち着いたところ、ちょっとまだ感染者が増えてきているという状況もありますが、緊急事態宣言が明けた後も4回週の4回の練習っていうのは行えている？そうですね、そこは、まあ、再開するにあたってチームドクターとも相談をしまして、まあ、段階的に、その練習の負荷を上げていったという形になります。なので最初は、もう本当に全く接触なしの、トレーニングからスタートをしまして、そこから、少しずつそのですかね、体重もつけたりですとか、接触ありの通常のトレーニングに、まあ、段階的に戻していったという、形になりますね。開幕がいよいよ週末に控えている中で、今お気持ちとしてはどうですか？楽しみ、あとは不安など、どういった今気持ちでいらっしゃいますか？僕自身はすごく楽しみな気持ちです。はい。まあ、すごく待ち望んで、いた、公式戦ですし、まあ、そうですね、6月、再開してから積み上げたものというのが予約披露ができる、機会なので、すごく楽しみにはしてますね。うん。阿部さんはいかがですか？そうですね、ようやくその皆様に僕らのサッカーを見てもらえるという喜びは大きいですし、まあ、そこをまたそのモチベーションにしっかりと練習をしてきたので、まあ、その僕らの全力のサッカーというのを見てもらいたいなというふうに思っています。今見てもらいたいというお話が出たんですが、今期に関してはお客さんは入れない？そうですね、7月8月いっぱいに関しては無観客で試合をするというような通達がですね、リーグの方から出ていますので、一旦8月までの試合は無観客試合で行うことになっているんですけれども、まあ、9月以降はちょっと様子を見ながらになるかなというところですね。なるほどですね。今ちなみに東京シティ FC さんの試合を見る方法っていうのは今期、まあ、この7月8月については、はい、開幕戦はですね、 YouTube で、試合のライブ配信をする予定でして、YouTube 上で我々の試合をご覧いただけるような環境は作る予定ですし、あとはですね、クラブの PR パートナーとして、協力いただいているプレイヤーさんというですね、スポーツのエンターテインメントアプリがあるんですけれども、そのプレイヤーにおいてもテキストを中心に速報をやっていこうと思っていますので、そちらの YouTube もしくはプレイヤーで、試合を楽しみいただけるんじゃないかなと思っています。ちょっと話それますが、実はプレイヤーさんもノートを使ってくださって。ああ、そうなんですね。いや、すごいノートを使われているアスリートの方だったりスポーツチームの方だったりが増えてるなっていうのは、はい、思っていて、で僕らもクラブとしてノートさん使わせていただいていまして、
選手のちょっとしたなんていうんですか、ドキュメンタリー記事っていうか、紹介記事というか、そういうのをですね、あのノート上で配信をさせてもらっていたり、あとは阿部選手はあのノートでキックに関する、はい、なんてコース、はい、そうですね、なんかまあ映像とかでは説明とかしたりしてるんですけど、それを文章化するっていうことは、できてなかったので、まあ、これを機会にって、まあ、チームのスタッフにもノートがあるよっていうふうに言ってもらって、なるほど、はい、あそういうあの文章で、みんなに表現できる場があるんだってことは発見できて、まだ少しですけど少しずつ、はい、書いていってます。あのおそらく自分の記憶の中ではこうキッに特化したノートっていうのは初めてなんじゃないかなっていうなかなかなさそうだ思うんですが、こうキックについて発信しようと思われたきっかけなんかはあったりしますか？そうですね、まあ、そのみんなにうまく蹴ってもらいたいなっていうのがまず思ったことで、うん、まあ、いろんなその蹴ってる、まあ、選手だったり、もし、まあ、選手からまあその普通の小学生とかもでいると思うんですけど、まあもっとこうしたらうまく蹴れるんだけどな、もっと飛ぶようになる、もっと強くなるんだけどなっていうのを思ってるだけでなんか全体には伝わらないなってことがすごく歯がゆく思っていて、でそれをやっぱ全体に伝えるにはやっぱこういう形で残していくってことがやっぱ一番ベストなんじゃないかなっていうふうに思いまして、まあ、きっかけはそういうところですね。そのキックのレベルが上昇してほしい、まあ、そうすればやっぱりその日本のサッカー自体もやっぱり、レベルが上がっていくと思いますし、まあ、そういうところで、まあ、僕は、まあ、キックっていうところで、このサッカー界に貢献できるのかなっていうところが一番大きなきっかけだと思います。あのこういうスポーツの、技術的な部分を動画で伝えるよりも、うん、テキストで伝えるっていうのはかなり難しいんじゃないかなっていうふうに自分自身思うんですが、うん、はい、実際にやられてみてどうですか？難しさは感じますか？難しいです、はい、まあ、頭でイメージすることをこう言葉 でだからあの確かめながら結構やったりしてたりしますね。スタッフにこれで通じたりするかなみたいな感じ で、 あ、なるほど、でそのスタッフが、思い描くイメージと、まあ、僕のイメージをこうすり合わせるというか確かめてみると、あここはちょっと違うからこの角度がやっぱり想像できないんだなっていうことがあると、まあ、そこを修正したりして、もう一回書き直したり、でそういうそのどんどん遂行してその精度が高くなっていくっていう、そのなんていうんですかね、そういうこともすごく楽しいなというふうに思ってやってます、うん、なんか書くことで改めて整理されるとか、うん、そういうのもありますかね？頭の中で整理されて、うん、そのしっかりと言語化できるっていうことがなかなか、そのプロサッカー選手ってこの体とか頭では分かっているんだけど、言葉でこう人に伝えるっていうのがなかなか難しい。なんかここに入ってこう入れてポンってやるとか感覚でできた感覚的な言葉ばっかだったので、それを言語化できてそのしっかりその教える選手とか子どもたちにも同じイメージが共有できる言葉、その言葉一つだけ共有できるってことはすごく素晴らしいことだと思うので、うんうん、阿部選手 YouTube も去年からね、あの立ち上げて、で動画での配信っていうのもやってるんですけど、やっぱり動画で伝えるのとノートで言葉で伝えるっていうので違うところもありますかね、うん、そうですね、うん、その動画でまあスローとかもありますけど、うん、なんかもスローよりももっと細分化されているのがなんか文章という印象があるので、うん、もっとその文章の方がゆっくり時間が流れている感じがあって、うん、なのでその動画じゃなくて文章の方が分かりやすいってところも多分あると思うんですよね、うんうんうん、でそういう部分をどんどんまあ表現していきたいというふうに思ってます、うん、文章で表現する際に気をつけていることとかあったりしますか？気をつけてることを、そうですね、その角度とか強さとかそういうところが伝わりづらいなっていうのをすごく感じているので、なるべくその分かりやすい表現を探しているっていうのはありますかね。でもまあそのノートはその貼り動画をちょっと貼り付けて参考にできるっていうこともあるので、
そういう本当に言葉で足りないところ、まあ、紡げないところはそういうふうに補足していってその完成度を高めるっていう作業ですかね。でそれが完成してなんかそのノート自体がそのサッカーの教科書キックの教科書みたいになっていけばいいなっていうふうには想像しています。いやぜひちょっといろいろこう書いていきながらこれは続編の更新を早くしないとです、はい、ぜひ書籍化もそうですよね書籍化を狙ってやっていきましょう頑張ります。キックの教科書って多分あんまりないんですよね。サッカー全体のこうなんていうんですかね、うん、アウトゥー本的なものはたくさんでも、うん、キックに特化してるものっていうのなので、うん、あんまりないかもしれないですよね、うん、これ今回ノートさんのイベントだから言うっていうわけじゃないですか。本当うちノートをすごくなんていうんですかみんな好きで結構ブームがクラブの中でも起きてまして阿部選手は今お話あったようなキック理論を、はい、ノート書いてますしうちの選手会長をやってるですね、野村という背番号8の選手がいるんですけれども、彼はですねもともとドイツでプレーをしていた選手で、まあ、今日本に帰ってきてうちでプレーしてるんですがそのドイツ時代のまあ、ドイツでのプロ生活がどういうふうに切り開いていったのかとかそういうエピソードですね非常に面白おかしく書いているのでぜひそういうノートを見てほしいなと思いますしあとは僕は個人的にはですねサッカークラブの作り方っていうようなテーマで、まあ本当にサッカークラブを経営するとかチームを立ち上げるっていうことに興味をお持ちになる方も結構多いんじゃないかなと思うんですけどそういう方向けに例えば、東京都の4部に登録するためにはいくらぐらい予算が必要でなるほど何と何の備品が必要でみたいな、はい、そういう細かいことから、まあ、最近ではクラブ昨年法人化をしてで、まあ、阿部選手も昨年からプロ契約としてチームに加入してくれたんですがそういったもともとアマチュアとしてスタートしていたクラブが会社になってプロとして J リーグさせてその先を目指すっていうところの背景がどういう理由だったのかとかそういったことを書いたりもしています。ちょっとお話しとれますがチームを立ち上げるというのはやはり大変ですか？そうですね立ち上げることはそんなに大変ではなかったんですけれどもやっぱり継続させることが一番大変じゃないかなと思っていまして、まあ、立ち上げて1年目2年目とかは楽しいんですよ勢いで。なるほど。だしカテゴリーも低いので正直結構勝てる試合にも勝てる試合が多かったですしそれに応じてクラブに関わるメンバーの勢いっていうのも稲川に高まっていくんですけどやっぱり勝てなくなった時とか何かしらうまくいかなくなった時に結構ブレてしまいがち。なるほど。なんでサッカークラブやってるんだっけとか先ほど深澤言ったようにうちで言えば週4日ぐらい、週3から週4日ぐらい練習をしている中でなんで、こんなにサッカーに打ち込んでるんだっけとかクラブが何を目指すべきなんだっけとかそういったところが、負けが込んだりあんまりうまくいってない時にブレそうになるっていう瞬間はうちに限らず多いのかなと思いますし逆にうちはもともとビジョンとして掲げているところが割と明確なのでそれがあるからなんとか継続をしてできているのかなとは思ってますね。なるほどですね。ぜひもしかしたら今ツイッターのハッシュタグとかでいろんな選手のノートとか来てる紹介されてるんじゃないかなと期待してるんですが、されてなかった場合は終わった後に自分が紹介をお願いします。ぜひプッシュをしてください。お願いします。はい、ではですねちょっとここからはもうちょっとマニアックなお話ということで今年の東京シティ FC さんのチーム陣容であったりとか、どういった戦い方をしていくっていうところのお話をしていきたいと思います。でもちろんもう開幕直前に控えているのでお話できない部分などもあるとは思います。いやオープンソースでいきましょう。オープンソースだいいですかオープンソースで、そうですね。では今年のチームについてなんですがまず、深澤さんにお話ししたいんですが、はい、どういったサッカーを目指していらっしゃる。ちょっと漠然とした質問で恐縮ですがどういったサッカーをやっていく予定ですか？はい、そうですね。先ほど山内からもありましたが僕らが、このクラブを立ち上げて、そのソーシャルインパクトを、このクラブから作っていくということを目指す上で、その渋谷という街を体現するサッカーというのが一つ、僕らとしてはキーワードとして掲げています。で渋谷と街を体現するしなおかつその渋谷の人に受け入れられるサッカーというものがどういうサッカーかというものを模索しながら、作っている段階ではあるんですが、その少なくともその渋谷のイメージというのが
まあ、一般的にこう若々しくてとか、個性にあふれていて、でアグレッシブ でエンターテインメント性にあふれる、まあ、そうしたあの、まあ、知らない人がこう見た時にも、あ、渋谷らしいサッカーだねっていうふうに言われるようなサッカーというのは、あの、まあ、こうすぐにできるものではないと思ってますが、あのその土台を作っていく年にしたいなというふうに思ってますし、まあ、その渋谷の街にの人に受けられるという意味では、その渋谷は当然そのサッカーが好きな人ばかりではないので、初めてサッカーを見た人ですとか、サッカーにそんなに興味がなかった人たちがたまたま東京 CFC のサッカーを見た時に、サッカーって面白いなとか、あのまた見てみたいなとか、なんかちょっと元気もらったなとか、そうしたような気持ちになるというのはすごく大事にしていますので、なのでその90分間たとえサッカーを見なかったとしても、10分間どっかの時間でたまたまストリームで流れてるのを見たとしても、そのまま見続けてしまうようなというか、それは決してその何ですかね、まあ守備的にすごくこう引いて守ってというサッカーを見て、その初めて見た人が面白いというかというそうじゃないと思うので、そこはあの、まあ、サッカーの本質的な部分というか、いかに攻撃的に、常に相手のゴールを目指して、その敵陣で、ボールを進めて、いかにこのゴール前のシーンを多く作れるか、というところはあの追求して、いきたいなというふうには思ってますね。なるほどですね。その中で、まあ、もちろん皆さん注目選手だと思うんですが、特にこの選手を見てくれっていう選手がいらっしゃったら注目選手、あ、どうですかね、どうですか安倍さん。いや、僕選手です。いや、でも安倍さん、あの今年選手、はい、兼コーチという立場も、そうですね、あの、はい、でした、割として持ってるので、そうですね、まあ、でもあの個性あふれる選手があの揃っているので、誰か一人と特定の選手を挙げるのは、まあ、難しいですが、あの何ですかね、何かしらこう武器を持った、色を持った選手という、選手をこう、まあ、集めているつもりなので、あのパッとプレー見た時に、あのあこの選手って、ドリブルがうまい選手だよねとか、この選手ってキックすごいうまい選手だよねとか、この選手ってめちゃめちゃ声出して体張る選手だよねとか、あのそうした、特徴っていうのが、まあ、一人一人こう出てくる、あのそういったこうチームにもしたいと思いますし、一人一人 の個性というものに注目してもらえたらなと思ってます。なるほど。ちょっと監督とコーチという立場で特定の選手をですね、誰かって言いづらいかなと。ちょっと僕が、はい、そうだね、あの僕が預かるとですね、あの、まあ、もちろん全ての選手っていうのはあるんですけど、特にですね、今季新加入で入った選手が7選手いまして、はい、で新加入選手たち非常にどの選手も特徴があって注目の選手かなと思ってるんですけれども、その中で、まあ、得点の選手何人か挙げると、例えばですね、右ワイドウィングの位置でプレーすることが多くなるかと思うんですが、25番の宮崎大輔、はい、という選手がいまして、で彼はですね、昨年まで、J3 リーグの八戸バンラーレ八戸というチームでプレーしていた選手なんですけれども、今シーズンから加入をしまして、彼はギュンギュンドリブルがですね非常に見ていて気持ちいい、あの渋谷を体現するような本当にチャレンジングなプレーをする選手で、彼のそういったドリブルアタックというものはあの一見の価値があるかなと思いますし、それ以外にも新加入でいうとですね、24番柴村直也という選手、この選手も今年からの選手なんですが、彼はですね、J リーグでもプレー経験がありますし、ヨーロッパの各国でですねプレー経験がある非常に経験豊富な選手でして、ディフェンダーセンターバックの選手なんですけれども、まあ、闘争心あふれるプレーもそうですし、冷静な読み、カバーリングとか、そういったコーチングだとか、そういった技術も光る選手なので、まあ、もちろん全ての選手注目、全ての選手が見てほしい選手なんですけれども、それだと多分あんまり見ていてる方が面白くないかなと。ありがとうございます。フォローちょっとあえて特定の選手を挙げると、そういった選手が注目かなと思ってます。もちろん安倍翔平にも注目してください。もちろん、はい、安倍さんそのキックの部分を試合で見て、でノートで学ぶと。
そうですね。阿部選手のキックはやっぱりこの都リーグはですね、スタンドがある試合会場で試合をすることの方が実はまだ少なくて、なるほど、ピッチサイド本当にもう選手の間近でですね、試合を観戦いただけるんですが、阿部選手のやっぱりキックはですね、何が違う、音がやっぱり違うんですよ。蹴った時のズドンというか、その 重い音というか、それをもう本当ピッチ脇2メートルぐらいの距離感で聞けるっていうのはなかなかない経験かなと思うので、そういった音で耳で楽しんで、終わったらノートでその理論を学ぶっていうそういう楽しみ方はですね、無観客が解けてからにはなってしまいますけど、注目をして見てもらえるというか、本当阿部翔平のキックは本当にその見てる人がウォーっとなる、キックなので、はい、ぜひ注目していただきたいです。僕も以前湘南ベルマールというクラブでスタッフをしていたんですが、その時に阿部選手が名古屋グランパスに所属していて、で実は目の前で優勝を決められたんですね、2010年、はい、その時の決勝点につながるサイドチェンジをですね、すごく綺麗な弾道のサイドチェンジをして、その時にもスタジアムが、こうどよめいたんですけど、それが今でも僕はすごく鮮明に残っていて、その時どういう気持ちでやられた側からして、いやすごいなっていうのそうですね、もうその一ファン的な目線で見てしまってましたね、なるほどですね、はい、では、そうですね、次のテーマに行こうと思うんですが、ちょっと集まっている皆さんからの質問についていろいろお話しできればと思っています。はい、阿部選手の、ノートで秘技をぜひ有料記事で配信してほしい有料声もありますが、いずれやりましょう、しばらくはもう何かこう隠し持ってる必殺技みたいなのってあったりしますか？ありそう。ありそう。隠してるけど。隠してるのがまだある。ちょっと試合では出してるけど。はい。あんまりそのキックの説明をしてる人はいないと思うキックがあったりはします。ちょっとこれは楽しみです。いつか。文字として出てきてくれる日が、はい、例えばどんなキックなんですか？例えば、まあ、いや、すごいシュートなんか炎が出てくるようなすごい回転してすごい足です。ちょっと、はい、いつかこう記事が公開されるのを楽しみに待とう、あとはそうです、これちょっと自分も思ったんですが、渋谷というと、まあ、今バスケットボールストリート、まあ、センター街のことバスケットボールストリートっていうように、ちょっとバスケのイメージが強い街かなっていうのがあるんですが、そこでサッカーとは斬新ですねっていうようなコメントが来てます、うん、そうですね、バスケは本当に渋谷盛んでして、Bリーグではサンロッカーズ渋谷さん、あとはアルバルク東京さんが渋谷をホームとしていますし、はい、3人制のバスケでは東京ダイムさんというチームがですね、渋谷をホームとして活動されていて、非常にバスケ盛んな街、まあ、センター街もバスケットボールストリートなんて言われていて、盛んですし、まあ、都市このストリートカルチャーとバスケのようなああいったカルチャーっていうのが比較的合うっていうのも、バスケ盛んな理由かなっていうのは思いますね、僕らもサッカーチーム、サッカークラブとして、サンロッカーズさん、それから東京ダイムさんといろいろコラボもさせていただいてまして、このコロナでなかなか各チームファンサービスができないっていうところの、まあ、解決策としてこの3チームが集って渋谷スポーツスクランブルなんて題してですね、トークイベントやらせていただいたり、良い関係でいろんなコンテンツを届けています。はい、なのでいつかそのバスケとサッカーがごちゃ混ぜになるようなストリートイベントとか、なんかそういうのもできると、ちょっとそれは面白いかもしれないです。面白そうだなと思いますし、渋谷区がですね、15平方キロメートルの運動場なんていうキーワードで渋谷区のスポーツ振興施策を広めてるんですけれども、これどういうことかっていうと、そのグランドとかスタジアムがないと運動できないかっていうとそうじゃなくて、例えばちょっとした道路のスペースとかでもスポーツすることができるし、なんならオフィスの一角でも
トレーニングとかスポーツをすることができるっていうので、まあ、場所リソースをですね有効活用していこうよなんていうことを渋谷区非常に盛んに言っていまして、まあ、僕らとしてもすごいそのコンセプトは僕らがやりたいことにもマッチしてますし、そういうストリートイベントなんていうのをもしサンロッカーズさんライムさんの関係者の方見ていらっしゃったらまた一緒に企画させてもらいたいなと思ってます。面白いですね、バスケットサッカーのごちゃ混ぜイベント。ちょっとどんな感じになるのか全然イメージはできない。ちょっとそうですイメージはついて言葉としてはすごい面白い思いました、ね。まあ、ただストリートっていう意味ではもちろんサッカーっていうと今日本だと、まあ、J リーグとかで大きなスタジアムでこう試合をするっていうイメージがありますけど、やはりブラジルとかそういったところでは、ね、少人数で3対3であったりとか、まあ、それこそ1対1であったりとか、そうですね、ストリートの文化もかなり、ね、強いスポーツのではあるかなと思う。そうですね、非常にそういうカルチャーが盛んになるのも面白いかなと思いますし、うん、ストリートにはストリートの良さもあるんじゃないかなと思いますね。なるほどですね。こういうコメントも来てまして、ソーシャルインパクトっていうのがコロナ禍や災害で不安がある中でより役割が期待されますねというようなコメントもあります、うん。このコロナ禍において東京シティ FC さんができることっていうのはどういったことがあるっていうふうにお考えですか？そうですね、実際取り組みさせていただいたところでいうと、分かりやすいのは我々、まあ、ホームタウン渋谷はですね、まあ、商業的にもそうですしコロナの直接的な感染の影響っていうのも含めて、まあ、かなり影響が大きかったんですけれども、そういった困っている渋谷に対して我々もホームとして何かできないかというところでクラブの収益の一部を寄付させていただくようなですね取り組みをさせていただいたり、あとは先ほどお話をしたようなオンラインでいろんなトークイベントですとか、渋谷の子どもたち向けになかなか学校もこの期間って行くことができなくて子どもたちも体を動かすことができなかったようなので家でできるトレーニングをですね選手が教える、そういった企画をやったり、まあ、できることっていうのはそんな大それたことはなかったかもしれないんですけれども、ただ我々が今やらなければいけないことっていうのは継続してやっていましたし、これからもやっていこうと思っています。なるほどですね。やっぱりスポーツがある日常、まあ、スポーツが日常にあるというだけで、まあ、何でしょう、まあ、最近 J リーグが1ヶ月ぐらい前から開幕して、まあ、その前に野球もプロ野球も開幕しましたが、ちょっと安心するというか、大げさに言い方するとこう生きる希望が見出せるというか、そういう力がやっぱりスポーツにはあるなというふうには自分もつくづく感じています、うん。はい、やっぱりライブで試合が見れるっていうのはすごく嬉しいですし、うん、ついつい先日もヨーロッパのサッカーの試合だったんですけど、深澤が朝明け方興奮してこの試合すごかったから絶対見た方がいいよって、マンチェスターシティとリバプールの試合だったんですけど、うん、なんかそういうなんか生の興奮した感情をシェアするなんていうのも、うん、スポーツがあるからこそできるのかなっていうのを改めて ね感じました。まあ、この、まあ、コロナの影響でいろんなことがオンラインでできるようになったと思うんですね。そうすると会議もそうですし仕事もそうですし、イベントもオンラインでやることが多くなった中で、だからこそ相対的にそのスポーツで人が集まる、スポーツを見る場に人が集まるということの価値というのは、まあ、長い目で見ると高まってくるのではないかなというふうに思いますし、まあ、スポーツがその生活の中でですかね、その必需品ではない、まあ、それでもやっぱり、そのやっぱりあった方がいいものというものはこの中で、このコロナ禍ですごく僕自身も感じましたし、多くの人が感じたことではないかなと思いますね。なるほどですね。ちょっと話が前後したり飛んだりしてしまって恐縮ですが、先ほどの阿部選手がこうボールを久々に蹴った時に痛いという感覚があるというので、自粛期間の長さがよく伝わってきましたという言葉コメントもありますね。ちょっとこれは確かに衝撃的ですよね、うん、阿部選手でもそういうことが起こり得るとでも阿部選手のおうちトレーニングがちょっと微笑ましいシーンもあって、お娘さんと、ね、一緒にトレーニングされていたり、はい、逆立ちトレーニングですね、それはあれですか、 YouTube とかで見れる、それは Twitter の方で、はい、ちょっとだけ投稿させていただいたんですけど、はい、まあ、でもその親子でちょっと
な部屋の中でできるちょっとした運動ですけど、まあ、そういうコミュニケーションは増えましたね、やっぱり。なかなかあの年の子が逆立ちできないじゃないですか。それやっぱり天性の身体能力なんかチャレンジ精神はなんか旺盛だ。素晴らしい、はい、ちなみにお子さんは何歳ぐらい？4歳ですね。あ、それで逆立ちはすごいですよね。なるほどなるほど、はい、というわけでいろいろ皆さんコメントもいただきましてありがとうございます。ではですね、まあ、そろそろちょっとエンディングの方に入っていければと思うんですが、実はあの先ほど東京 CFC さんノートをやられていろいろ選手のこうバックストーリーだったりとかっていうことを配信されているというふうにお聞きしているしたんですが、新しく、投稿企画を始められるということです。ちょっとこのご紹介をさせてしていただければと思うんですが、はい、あの今回こうやってですねノートさんとコラボをさせていただいて非常に我々も嬉しく思っていますし、こういったことをですね単発で終わらせるのではなくてぜひ継続したあの取り組みにしていきたいなと思っていまして、ノートで、ぜひこのソーシャルフットボールクラブという、ハッシュタグお題とでも言いましょうか、はい、について、ぜひ記事投稿ノート投稿をですね、していただきたいなと思っていますし我々もちょっとこのテーマで、ノート書いていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、あの冒頭お話をした、まあ、とにかく強さの定義が変わってきている、うん、収益競技力だけじゃなくてソーシャルインパクト社会に対してどういう価値を創造できるかっていうのが、まあ、新時代の強さなんじゃないかなというのが、まあ、我々の試験というか意思表示としてそういうふうに発信をしているんですけれども、まあ、そういうテーマについて、ぜひ皆さんがどういうふうにお感じになったかとかあるいはこういう取り組みがあったら面白いんじゃないかとか、うん、あるいは他のチームでも実はうちもソーシャルインパクトを目指してますとかそういうことをやってるクラブさんがいたらですねぜひいい形でご一緒したいなとも思いますのでこのソーシャルフットボールクラブっていうテーマに沿ってですね、いろんな情報発信をしてもらえると嬉しいなと思いますしうちの方でもノートでまとめて紹介できればと思っているのでぜひ皆さんのご意見をいただきたいなと思っています。はい、これはあのノートでハッシュタグをついてハッシュタグつけて投稿していただくと。そうですね、その形がいいかなと思ってます。はい、これをつけて投稿すると、山内さんがすべて読んでいただけると。もちろんです、はい、私も阿部選手も深澤監督もすべて読ませていただきます。ちょっとだけ補足させていただくと、はいはい、あの僕らこのソーシャルインパクトを可視化するうん、どうやって測るかということに今チャレンジをしていまして、はい、でまあ、競技力だと分かりやすく順位があって優勝して、っていう数字が出てきてで、まあ、収益力でいうといくら稼いだか、営業利益が何パーセント いくらだったのかという数字があの出てくるんですがそのソーシャルインパクトってなかなかあの測ることが難しい、まあ、今でいうと基準がないものかなというふうに思ってますので、うん、まあ、僕らなりの、その定義を作っていきたいなというところを試行錯誤をしてますのでぜひあのそうした何ですかね、トライを一緒にしていただける方というか、うん、ぜひ知見をお借り、して、いろんな方の知見をお借りして一緒に作っていきたいなというふうに思ってますのでぜひあの気軽にご連絡をいただければと思っております。そうですね、あの今まさに深澤言ったようにソーシャルって僕らもキーワードで実はその僕らの成り立ちもあのソーシャルから生まれたものでして僕らどこかの企業のサッカー部が母体とかどこかの大学高校のサッカー部 OB が母体とかっていうんではなくて実はソーシャルメディアで多くのメンバーが集まったっていう経緯がありまして、うん、SNS 上でこういう、まあ、新しいクラブを渋谷で作っていくっていうことを、まあ、こういうビジョンを掲げてやっていくんだけれども、クラブの運営あるいは選手として一緒にやる賛同してくれる方いませんかということをソーシャルメディアで投げかけた結果本当にいろんな多くのバックグラウンドを持ったですね人たちが集まってきてクラブが成り立ってっていう背景があるのでぜひあのこういったテーマソーシャルインパクトというテーマにもご興味がある方なかなかスポーツとソーシャルインパクトってあんまり今までって密接な関係性が見えづらかったのかもしれないですけど、まあ、時代はこういう時代に移り変わってるのかなとも思うのでサッカー全然興味ないですっていう方でもソーシャルインパクトそれをスポーツチームがどう可視化してどう最大化していくのかっていうところに興味をお持ちの方がいればぜひ何らかの形で一緒に取り組みをしたいなと思ってます。ぜひこういうところから輪が広がっていくことがもう期待したいですね。そうするとまあノートの存在意義もあるかなという、はい、非常に楽しみにしています。はい、では、まあ、ちょっと先ほどもちらっとご紹介しましたが、
お知らせということで、まずは開幕戦の、はい、お話を再びお願いできますか。はい、開幕7月26日日曜日、今週日曜日ですね、夜19時10分のキックオフで、武蔵野 FC さんといよいよリーグ戦の開幕を迎えます。この試合、無観客試合での実施にはなるんですけれども、東京シティ FC のクラブ公式 YouTube チャンネルでライブ配信をすることが決まっていますし、スポーツエンターテインメントアプリプレイヤーの方で、こちらでもライブ配信、ライブ速報、テキスト速報を行っていくので、ぜひ YouTube プレイヤーで応援いただけると嬉しいなと思っています。いい時間ですからね、日曜日の夜。そうですね、はい、J リーグ J1 も今週日曜日かなあると思うんですけれども、はい、ぜひ J1 の試合も見ながら、ちょっと興味をお持ちいただいた方はですね、うちの試合も見ていただけると嬉しいですし、阿部、はい、選手のキック理論ノートを見た上で試合を見てもらえると、それが実践でどう表現されてるんだなんていうことを見れていいんじゃないかなと思ってます。はい、さらに、公式メンバーシップというのがあるんですね。はい、公式メンバーシップマイシティというですね、メンバーシッププログラムを立ち上げまして、はい、こちら7月中旬からスタートしたものになるんですけれども、マイシティスマートという月額500円のサブスクリプションのメンバーシッププログラムを提供しておりまして、はい、こちらのプログラム加入いただいた方には、試合がある日のですね、いわゆる舞台裏というものをニアライブとしてですね、本当に生に近い形で、今こういう形でミーティングをしてます、こういう形で試合前へ臨もうとしてます、アップをしてますっていうような、なかなか普段 SNS なんかでは見られないようなところまで深掘って情報発信をしていきたいと思っていますので、ぜひこのマイシティスマートプランというですね、月額500円にはなるんですけれども、加入いただくと、より東京シティ FC の歩みというのを間近で見ていただけるかなと思っています。なるほど、これは東京シティ FC さんの公式サイトから。そうですね、公式ホームページで、告知ニュースリリースをしていますので、はい、ぜひそちらから飛んでいただけると、はい、情報が出ているかなと思っています。このマイシティに関しては、今こういう形で試合だとかチームの情報を楽しんでもらうっていうコンテンツがメインなんですけれども、今後このサブスクのモデルを拡充していきたいなと思っていまして、例えばですね、冒頭にお話をした渋谷でいろんなこれからスポーツイベントを僕らもオンラインオフライン問わず計画してるんですけれども、そういったスポーツイベントに定額制で参加し放題なプランとか、うん、なるほど、そういうものも予定をしているので、ぜひこのマイシティのですね、オーダーメイド型のメンバーシップにも期待をいただけるといいのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ぜひ今シーズン一部昇格を目指して、はい、ここから長い戦いになると思いますが、皆さんで応援にしていければなというふうに思います。おそらくノートの社員は全員応援すると思います。ありがとうございます。お願いします。はい、では、そうですね、これでエンディングに入っていきたいと思いますが、1時間以上お付き合いいただきまして誠にありがとうございますということで、最後に皆さんに一言ずつちょっとご挨拶いただければと思うんですが、ではまず山内さんから、今日いかがでしたか、こうお話をしてみて。はい、非常に面白かったし、僕も個人的にもノートすごく好きで、こういうふうにお呼びいただいたことすごく光栄に思っていますし、このスタジオで、こういった形でクラブの紹介をさせていただいて非常に嬉しく思っています。まあ、ビジョンの話もそうですし、これから先ソーシャルインパクトの話も含めて、まだまだですね、僕ら何も正直成し遂げてはいないこれからのクラブなので、夢はでっかく根は深くじゃないですけれども、着実に一歩ずつ積み重ねながら本当に大きなことを目指して、やるからには渋谷を変えて、渋谷から世界を変えるんだぐらいのですね、気概を持ってやっていきたいと思っているので、ぜひ熱い応援、それからまあクラブにですね、何らかの形で多くの方が関わっていただけると嬉しいなと思っています。今日貴重な時間いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。では深澤さん、お願いできますか。はい、今日はお呼びいただきましてありがとうございました。山内からもあったんですが、我々ですね、成り立ちもソーシャルメディアから成り立った、始まったクラブですし、実はですね、クラブに関わる運営メンバー、それから選手もそうですが、本業を持ちながら関わっているメンバーがたくさんいますので、そういった形で、なんていうんですかね、みんなで作っていく、多くの人が関わって多様な価値観をもとに作っていく、というクラブ作りを大事にしますので、ぜひ、これを見た方、
にも気軽にご連絡いただいて、何かしらの形でチームに関わっていただけるとありがたいなというふうに思いますし、僕らもそうしたいろんな方の多様性というものを力に変えてクラブ作り今後もしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひそういった形で見守っていただければなと思っております。ここから J リーグに向けてね、こう行くのを一緒に歩んでいくっていうのもかなり夢のあるお話かなというふうに思うので、はい、ぜひと思います。では最後に阿部選手お願いできますか。はい、そうですね、特に僕なんかはそのサッカーの方で競技力の方で、このチームの魅力を上げていかなきゃいけないというふうに思っているので、自分がその競技に専念して活躍して、チームを勝たせるというのもそうなんですけど、コーチという部分でやっぱりその全体的なチームの底上げで、それで底上げをすることでその魅力的なサッカー、躍動的なサッカーができるようにできて、その皆さん、その試合を見てくれている皆さんに感動だったり興奮だったりをお届けできるように頑張っていきたいというふうに思っています。でその中でそのキック理論について、この試合ここで阿部選手使ったなみたいなとかを、なんか答え合わせじゃないですけど、そういう形で見てもらえたら嬉しいですし、実際にその必殺技じゃないですか、そのあのすごいシュートはどうだったんですかみたいなのをやっぱりしっかりこのノートにまとめて書き留めて、これからそのサッカー界にも貢献していきたいと思いますし、このチームの勝利とか昇格に向けて、その目指して頑張っていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ではそろそろお時間になりましたので、これで、イベントの方終了させていただきたいと思います。ぜひまずは今週末の開幕戦ですね、勝利を祈って応援させていただければと思います。はい、では、お時間ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。司会進行はノートスポーツディレクターの藤里が務めました。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。